越中中島駅は、富山県富山市中島3丁目5番地にある、富山地方鉄道富山高線の駅。駅番号は C32。千鳥式ホーム2面1線の地上駅であり、構内踏切を挟んで、車向かいに上下ホームがある。ホームは、低床ホームとなっており、旅客はや等の設備が設けられている。LRT 加護の富山高線の各駅及び各、 停留場においては、各電停の旅客和や壁面を個性化壁と称して、駅周辺の文化や歴史を伝える衣装を施しているが、当駅においては、吉野光雄がデザインを手掛け、中島公門がモチーフとなったイメージグラフィックが掲出されている。当駅における個性化壁の共産企業は、名地である、短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。 1972年10月1日より無人駅となっていた。1924年に建設された駅舎は、1980年の改築の際に東福寺の自然公園に移築されている。旧駅舎には東福寺の自然公園駅の駅名標が掲げられ、入園券の販売等が行われている。富山県統計年間によると、当駅における 各年度の1日平均乗車人員は以下の通りであった。近年の1日平均乗降人員は以下の通り。ありがとうございます。